鹿児島市磯地区の JR の新たな駅の名称が、公募された候補の中から千貫園前、千貫園、磯千貫園の3つに絞り込まれました。今年度中に名称が決定し、新たな駅は来年度末までの開業が見込まれています。鹿児島市の磯地区にある千貫園前の新たな駅は、 JR 日豊本線の鹿児島駅と竜ヶ水駅の間に設置されます。今日の協議会で、去年公募で集まった1168件の駅名のうち、多いものから順に千貫園前、千貫園、磯千貫園の3つの案を来月 JR 九州に提案することを決めました。JR 九州は今年度中に駅名を決定する見通しです。3つともどれを取ってもその場所にふさわしい名前ではないかなというふうに個人的には思っております。観光客のに対しても強く我々がアピールできるというふうにも思っております。磯地区の新たな駅の建設費用のおよそ4億円は民間と県、鹿児島市が負担し、来年度末までの開業を目指します。